そう、さっきまでね、ちょっと待ってね、これ書くね。ちょこっと配信になっちゃうんですけど、そうやな、兄弟ね、兄弟だったみたい、姉妹じゃなくて兄弟だったらしい。そう、なんとさっきはね、俺の目さっきはステレオドレスのフィッティングをしました。内緒だけど、まだぴったりでした。ありがとうございます、本当にありがとうございます。わーわーわー、俺のびっくりした。俺の嫁がもうズドド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 ってきた。ありがとう、トシさん、トシさん、俺の嫁とありがとう。俺の嫁タワーは初めてだ。ありがとう、今日ねお手紙読みましたよ、本当にありがとう、すごく嬉しかった。プレゼントもありがとう。また次の配信的にお礼させてね、ありがとう。サイズぴったりすごい、うん、本当にありがとうございます。エビ様さん、守りたいこの笑顔、ありがとう。今日の配信のメンバーはですね、全然私が選んだとかではなくて、でも多分ももの仲いいメンバーを、メンバーを選んでくれてたんだと思います、スタッフさんが。そう、ドレス着てみて、もうね、でも言い過ぎちゃうからちょっと言えないけど、幸せっていう一言はもう本当に、あとありがとうって気持ちね。そう、お姉ちゃんたちね、今日お姉ちゃんたちだった。嬉しい、楽しかった。もうね、ここにあるんですけど、もうこんなに逆にいただいて、こんなにいただいてしまっていいのかしらっていうぐらいいただいてしまって、本当に いいのかなと思って本当に申し訳ないって思って、でもめっちゃ嬉しいです、本当に大量ね、このね美容液とか、なんかが欲しかったファンデーションとか、パックとか、あまりふもだし、もう、そう、たくさん。で、このメイク品たちは、出場公演とか、ミンヒンさんの出場公演の、次に全部使います。なので、お肌うるうるにします。私そう、これもねパックなんですよ、だからもう今日から夜めっちゃパックする、本当に。そう、一番いいももかさんと、そう、あとパジャマいただいたり、本当にね、あと番組の最後にお花いただいたんですよ。そう、たわしも役に立つ。そう、私ちょっとあっちに入れちゃった。お花いただきました。そう、もうね、もうさ、スタッフさんとさ終わった後に話したんだけど、もういっぱい感想言ったんよ。もう本当に楽しかったです。毎回なんか
楽しい企画ばっかりじゃないですか、 STU チャンネルさんって。なんか罰ゲームとかっていうイメージよりは本当にメンバーも楽しめるみたいな企画ばっかりで、全部そう今までねみんなで24時間配信したり、私夜出れなかったんだけど年齢的に、あマリフもねこちらにありますよ、たりん。そうトランポリンのやつしたり、うん、みんな笑顔、手相占いしたり、そうたくさんね、なんかすごくスタッフさんが、スタッフさんもなんかねちょっと涙目になりながらいろいろね言ってくださって、こんなにこんなにメンバーのことをね考えてくださってて嬉しいなってなりました。今日はとってももう知らない時期のお茶、えもうねあのねもものね自分のこと見てね最初の時のインタビュー硬すぎてびっくりした。話し方が全然違う、私じゃなくてもう本当に緊張マックスの時の私かすくねんですよね、本当にありがたいです。もうね私めっちゃ硬かったよね、喋り方立ち位置がみたいな、難しかったですみたいな、なんかすごいすごいもうすごい学級委員長、そう学級委員長みたいな喋り方でびっくりした、えみたいな、私の喋り方こんなんだったっけ。そうで私前のクイズの時最下位だったんですよ、だから1回しか弾けなかったんだけど、今日は自分のクイズだったからもうなんか覚えてて覚えてて覚えてない時もあったけど、でもなんか勘で覚えてて、アンドピンヒンさんの問題も結構4問くらい成功、7問中4問正解して、なんか自分の今までの思い出も振り返れたし、めっちゃアフタートーク出てきたけどアフタートークももさんがいっぱい出てきた。もものうちわ、そう結構さサービス問題もあったよね、もものうちわとかさ、あと目がコンタクトしてなくって迷っちゃったみたいな問題は結構分かりやすかった問題なんじゃないかなって。なくなった、とね、4月5日にベイトークさんの方も出演させていただきますのでよろしくお願いします迷子は衝動的だったか覚えてた夜ご飯まだなのよ、今日の集合が4時半だったから、あのねお昼ご飯しか食べてなくって、あなんかペコ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 、チケットゲットしたよ、ありがとう。最初の僕隊の映像見た後めっちゃ成長したなと、いやその時はね本当にほぼすっぴん状態でいたので、そう比べたら成長したかも。朝の、いや朝のじゃないよ、夕方夕方、それはやばい、朝だとやばい。なんかすごい楽しかった、一瞬だったもんメンバーの、でもなんかメンバーのみんな先輩も同期のみんなもすごい私のこともさめっちゃわかっ、なんか私の性格をめっちゃみんな知ってくれてて、ももちゃんだったらこうじゃないかなみたいな、そうえそんなにみんな見ててくれたんだって思ったよね、みんなすごい嬉しいし、なんかいっぱい褒めてもらえてたよ、嬉しい、見てて面白かった、本当？こんばんは。2時間し、そう、本当はさ1時間半ぐらいだったと思うんだけど、結構ね、そう長め配信。みんな見守ってた、嬉しいですね、なんかもう。
そう、最近はさ、ファンのみんなもスタッフさんもメンバーのみんなもなんかすごく気持ちを伝えてくれたりして、もうずっと泣きそうになるそれをなんかすごい幸せを感じてる、いっぱい。そう、でももちろんね、すごい寂しいしっていう気持ちもみんね増えていくんですけど、今増えていってるんですけど、手紙、そう、ファンのみんなからの手紙もなんか一つにまとめてみるとすんごい量になってて、あ、こんなにもらったんだなって、嬉しいなってなりましたなんかすごい周りの方々に恵まれてて嬉しかったです、本当に。気持ちよすないやん、嬉しい、本当。お話し会とかでもね、とか手紙とかでも本当にそうだし、いっぱい伝わってきてるよ、ありがとう。寂しくなった時に読むね、ファンレター。とみんなめっちゃ褒めてくれてるから、あのちょっと自信なくなった時とか、あ、生きがい生きがいピオネさんありがとう、ピオネモンダムユニーさんありがとう、生きがいって言ってくれてありがとう、ありがとう、嬉しい、そんなそんな存在になれてて嬉しい、ありがとう。また次の配信の時お礼書きますね、ありがとう、ありがとうまあ、ここでね、ずっとお花の匂いがしてるからね、いい香り。ドレスめっちゃサイズぴったりでした、もう本当にお直しいらないぐらいのぴったりで、ありがとうございます、本当に楽しみです、みんなに見てもらえるの。もちゃんファンの生きがい、嬉しい、ありがとう。こんばんは。うん、お直しもね、いらないと思うっていうぐらいぴったりだった。あ、またお腹鳴りそう。あ、静かになった本当にね、でも本当にみんながいっぱいね支えてくれてるおかげでっていう声もねできると思うので、本当にありがとうございます。みんなにはね、あと1万回ぐらいありがとうって言葉言っても足りないぐらいです、本当にありがとう。ご飯帰ってから、うん、ちょっと遅めになっちゃったけどね。あ、パパが帰ってきたんよ、この後ね会うよ、でも車の中にね、あ言うと思う。しいたけさん、タワーありがとう、ありがとう。ありがとう。生誕祭パパの、そうなんよ、0時超えたらあのパパ戦生誕祭です。卒業超えてないので、卒業祝いで、ありがとう、しいたけ。いっぱいね会えたりお話しに来て嬉しかったよ、いつもニコニコ笑顔で会いに来てくれてありがとう、よかった、出会えて好きになってくれてありがとう。よかったら配信とかで見守っててね、カメラ目線いっぱいするから。ありがとう、しいたけ、お礼またさせてください、ありがとう。ステオテッド、いや、もーちゃんに出会えて生きる支えだって、よかった、最初で最後とは配信で見るね、ありがとう、ありがとう、しいたけありがとうございます。3日連続に本当よ。いや、もうちょっとしたら読みたいと思います、
が好き、桃が好き。こんばんは。守りたいかね。ありがとう。そしてうちのゆうさんありがとう。みんなもありがとうございます。いっぱいここに来て話したいことできて、津田みつ、え、じゃあまた次会えた時教えて。今日もかわいい、ありがとう。ねえ、最近みんな本当にね、本当に幸せ。しばらく言うな。そう、いっぱいね、お花もらったんよ最近。四国とかでもそうだし、みんなからのあのセレモニーの時もなんだけど、いっぱいお花いただいてて、お部屋がね、いい匂いです。あ、そろそろ読みたいと思います。この思いを伝えるのはお見送りの一緒だけ。お見送りでいっぱい話しましょう。スタッフさんにも行きなさいって言われる寸前までもう粘って許される限り粘ってください。止まっていいですか。止め、怒られなかったら、もーちゃん出場したら、もーちゃんロスない。僕もみんなロスになっちゃうよ。大事にしてね、もう力つける。では読みたいと思います。10歳の福ちゃんありがとう。もこぐみ、ジニのたかきさんありがとう。プレゼントいっぱいゲットできてよかったね。もうありがとう、嬉しい。頑張って磨く、自分磨きするね。11位の恋してカップさんありがとう。10位のダンスありがとう。相方の愛は届いてますか。ドキドキ。嫌なこと言わなかったらね。9位の幻さんありがとう。8位のドラガンさんありがとう。暖かくて素敵な時間だった。みんな癒されてるの好き。本当に幸せがいっぱいです。ありがとう。7位のフェさんありがとう。6位の下内のユウさんありがとう。今の STU ではもーちゃんが最後の楽しい。ありがとう。よかった。嬉しい。瀬戸内ありせもーかちゃんって書いてくれてる。嬉しい。ありがとう。5位のエイトさんありがとう。STU チャンネル楽しかった。見てくれてありがとう。嬉しい。4位のエビ様さんありがとう。3位のシイタケさんありがとう。2位のピオネ 4WD さんありがとう。1位のトシさんありがとう。恥ずかしくて手紙何書いたか覚えてないけど、明日も今日もずっとそばにいてくれ、大大大大好き。ありがとう。手紙めっちゃ嬉しかったよ、内容。ありがとう。今日はイスティーチャンネルありがとうございました。またねー、おやすみ、また明日、またねー、おやすみ、明日も頑張ろう。